今日のライブいかがでしたか？いやー、最高でした。最高でしたね。盛り上がってました。楽しかったね。皆さんがこう歌ってくれたりしていただけたことにすごく嬉しくて、あと皆さんがすごい温かく迎えてくれて、逆にこういろんなエネルギーもらった感じがしたね。下野さんがすごいなんか盛り上がって感動しました。デビューの年が私小学6年生で、本当に青春時代をスピードの曲で過ごしたので、もうなんかすごい感動しちゃって、ちょっとうるうる、いや本当にうるうるしちゃって、なんかもうすごく嬉しくって。ありがとうございます。皆さんすごい仲良しそうだなと思うんですけど、プライベートでも一緒に遊んだりとかはするんですか？ご飯食べに行ったり、あとお互いの家よく泊まりに行ったり。じゃあこの4人の中でこう流行ってることとかものとかありますか？最近やっぱり夏っていうのもあって健康にみんな気を使ってるんですけど、玄米とか、あとは今日はひとりちゃんがゴーヤチャンプルを作ってくれて、夏バテにいいのでもうみんなのね作ってました。なんかそういう結構料理のことだったり体にいいことだったりっていうのすごく話し合いますね。夏はやっぱり大変ですか？夏はでも女性の方って冷房が嫌いだったりしません？あ、苦手だったり。私はあんまりダメなんですけど。大好き。あ、私大好きです。若い中だね。若いな。結構今日の楽屋とかも廊下の方が涼しくて、部屋の方が熱帯雨林みたいな、じわっとしていてね。そうですね。あと 1,2 年かもしれない。気をつけます。それでは最後にスピードの皆さん、今後の野望をお一人ずつお聞かせください。やっぱりツアーが、秋から始まるということで10カ所16公演、とにかく本当にたくさんの方に会えることが楽しみで、とにかくみんなと一緒に盛り上がれるように今日々頑張っています。はい、皆さん遊びに来てください。私ひろこもですね、そのツアーを成功させるっていうのが今一番の目標であるんですけど、もっとたくさんのところにまたさらに回っていけるように頑張りたいなと思います。そうですね、みんなに言われちゃったね。9月から始まるツアーに向けてね、今頑張っているので、全国の皆さんにこうありがとうっていう気持ちとともにこう歌を通して伝えられたらいいなってのがすごく野望です。でこれからもこう持続してライブをやっていきたいなっていうのがあります。はい、私は、そうですね、これからもみんなそれぞれ進化して新しいスピードを見せていきたいですね。アフロもどんどん進化して可愛い感じのアフロ目指したいです。はい、期待してます。